お花の皆さんこんにちは、青木なのかです。はい、ということで今回の動画はじゃん、マフラーの巻き方を紹介したいと思います。もうだいぶというかかなり寒くなってきて、マフラーを使うことが多くなってきてると思うので、今回はちょっとマフラーの巻き方を紹介したいと思います。マフラーの巻き方迷うじゃないですか。どう巻こうとか、どういう風に巻いたらいいのかなとか、いろいろあると思うので、今回は私が紹介したいと思います。それではゴー。それでは一つ目紹介したいと思います。めちゃめちゃ簡単なんですけど、マフラーを2つに折ります。そしたらこう後ろに持ってきて、でこっちの輪っかに反対側のマフラーをこう中に入れてキュッてします。それでちょっと髪の毛をえたら完成です。こんな感じです。もう最近こう歩いててめっちゃ思うんですけど、制服にマフラーって本当に最強だなってめっちゃ思います。いやー、高校生戻りたい。もうめっちゃ可愛い。しかもマフラーってめちゃめちゃ小顔効果になるからめっちゃいいですよね。はい、という感じで一つ目はこんな感じです。それでは二つ目のマフラーの巻き方紹介なんですけど、まず片方長くして片方短くします。そしたらこの長い方のマフラーをこう一周ぐるんと持ってきて、これで完成です。めちゃめちゃ簡単なんですけど、なんか王道な巻き方なのかな。こんな感じです。はい、それでは3つ目、今度はこう後ろに持っていきます。また片方は短くして片方長くして、今度はこう後ろから、さっき前から持ってきたと思うんですけど、今度はこう後ろに持ってきて、あれ、こう後ろにこうやって2つだらーんってある感じです。そしたらこれを後ろで結びます。ちょっと喋りづらい。これは私よく高校生の時にしてたかもしれないです。また髪の毛をちょっとこう出して整えたら完成です。こんな感じで、やっぱマフラーあったかい。後ろがこんな感じです。なんか結構この巻き方してた子が多かった気がします。はい、それでは最後4つ目の紹介です。最後なんですけど、なんか結構今紹介した3つは割とやり方知ってる子多いと思うんですけど、最後はこちらです。まずはこう後ろから持ってきて、こう2つ目に紹介したいものと、2つ目に紹介した巻き方と途中まで同じなんですけど、まずこうします。そしたら片方をこの下からこう持ってきて、ここに穴を作ります。ここの隙間に。そしたらここにこちらの反対側のマフラーをこう中にしまいます。でちょっとギュッてした、完成です。ちょっとギュッてしすぎて苦しくなった。これも髪の毛をちょっと出して完成です。これはちょっと珍しいんじゃないかなって思います。しかもなんかすごいクロスになってて可愛いなって思います。ちょっと難しいかな、他のやつに比べると。でもすごく簡単なので、ぜひ皆さんもやってみてください。という感じで簡単にマフラーの巻き方を4つ紹介したんですけど、やっぱりマフラーをしてる子は可愛いですね。女の私でもキュンとしちゃう。本当に難しくなくて簡単にできるので真似してみてください。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。バイバーイ。